マラリア原虫はアピコンプレックスモンに属する寄生性原生生物。脊椎動物の赤血球内に寄生してマラリアを引き起こす病原体で吸血昆虫と脊椎動物を行き来する複雑な生活感を持っている。分類学的にはプラスモジウム属におよそ200種が知られており、そのうち少なくとも10種が人に感染する。 人に感染する種のライフサイクルバイ会社は、浜だらかで、吸血の際に唾液と共に侵入したスポロゾイトが、まず肝臓の細胞内でシゾ臓ニーを行い数を増やす。種によっては、肝臓内で、ヒップのゾイトとなり数十年にわたって休眠する場合がある。肝臓から血液中に移行して赤血球内で、無症生殖を繰り返し、この時に赤血球が破壊されるために、 発熱や貧血といった症状が出る。時折生殖母体が生じて、吸血に伴って媒介者に移り、その消化管。接合子には運動能があって、オーキネートと呼ばれ、それが消化管上皮細胞に侵入して、スポロゴニーが行われる。減数分裂を経て生じたオーシストは破裂して、スポロゾイトは放出し、それが対抗液中を漂って、大気栓に集合する。 つまり、脊椎動物は中間宿主で、媒介昆虫が収縮主である。マラリア原虫を含む最古の蚊の化石やピコンプレックス、モンブこの異突な充血放子注目、プラスモジウム化に属する。EN、リストオブプラスモディウムスピーシーズも、参照充血放子中目プラスモジウム化の内ウモ森に寄生する以下の生物は、赤血球中では無性生殖を行わず、 生殖母体の実を形成することからマラリア原虫とは区別されてきた。しかし分子系統解析ではマラリア原虫から特殊化した可能性が示されている。分子生物学的手法を用いたプラスモジウム属の最近の研究ではグループの進化が分類に完全に従っていないことが示唆されている。まず形態的に類似しているか。 同じ宿主に感染する多くのマラリア原ン中種は、系統的に遠く離れた関係であることが判明した。そして1990年代には、リボソーム RNA と様々な種の表面タンパク質遺伝子を比較することによって、マラリア原ン中種の進化関係を評価するいくつかの研究が行われ、ヒトキセイチュー P ファルサポラムが霊長類の他のキセイチュとより密接に関連していることが分かった。 さらにあと、より多くのマラリア原虫種をサンプリングした研究では、哺乳類の寄生虫がヒパタシシティス属と単一、クレードを形成することを発見したが、鳥やトカゲの寄生者は、系統的にア族に属さない、別のクレードを形成しているように見られた。プラスモディウム属系統が分岐した年代の推定値は、かなり広い幅をとっており、重血放射中目からの分岐推定値は、 約1620万年前から1億年前の範囲である。その医学的重要性のために、一寄生中 P ファルサポラムが他のプラスモディウム属から分岐した年代は興味深いポイントであり、その推定値は11万年から250万年前の範囲である。人にマラリアを引き起こす最も高い原因となっている種は P ファルサポラムであり、 これは、西アフリカのゴリラに寄生するラバーニア種から進化したと、一般的に受け入れられている。遺伝的多様性からの推定では、約1万年前に P ファルサポラムが出現したと、されている。ミトコンドリア DNA、アピコプラスト、および核 DNA の遺伝子配列を調べた、研究からは、P ファルサポラムに、最も近い禁煙種は、P プリーファルセパラムであることが指示されている。 これら2つの種は、チンパンジーの寄生虫 P ライカンウと近い系統、関係にあり、以前は P ライカンウが P ファルサポラムの最も近い近縁種であると考えられていた。また、かつては P ファルサポラムも鳥の寄生虫に由来すると考えられていた。遺伝的多形の度合いを調べてみると、P プリーファルセパラムを含む近縁種と比べて、P ファルサポラムゲノム内の多形は極めて低いレベルであることがわかった。これは人における P ファルサポラムの起源が最近であることを示唆しており、P プリーファルセパラムとの共通祖先が人に感染することが可能になったのかもしれない。P ファルサポラムの遺伝的情報には最近の集団拡大傾向の兆候が示されており、これは農業革命による人口拡大と時期が一致している。 大規模な農業の発展は、より多くの蚊の繁殖地を生み出すことによってその集団密度を増加させ、熱帯マラリア原虫の進化と拡大を引き起こした可能性がある。マラリアは歴史を通じて人類を苦しめてきた記録があり、沼地から出る正気によって引き起こされると考えられてきた。しかし19世紀にパスツールや国宝によって微生物が病原体となりうることが示されると、 当然、マラリアの病原体も微生物だと考えられるようになった。実際に沼から分離された細菌をウサギに注射すると皮脂を伴う発熱が起きるとして、バシラス・マレリと命名された例がある。1880年にフランスの軍医であったラブランがマラリア患者の血液中に微生物を発見し、これがマラリアの病原体であるとした。ラブランは、 当初三つの形状を観察したが、それぞれ生殖母体、弁護放出で生じた、有性生殖体、死生生殖体だと考えられ、その特徴からいずれも、熱帯熱マラリア原虫を観察したものだと考えられている。ラブランは三つの形状をすべて同じ種だと考え、特に有性生殖体の糸状の構造がアセレリアに似ていることから、アセレリアマレルと命名した。 ただしアセレリア族は、マラリア原虫とは全く異なる総類であり、ラブラン自身も後にこの名前は使わなくなった。なお当時は、最近病原体説が幅広い支持を集めていたため、ラブランの説が広く受け入れられるまでに、その後10年ほどかかっている。間もなくイタリアローマ大学のマルキアファーバラが、マラリア患者の積血球中で増殖するアメーバ様の、 生物を見出し、1885年にプラスモディウム、マレリと命名した。これが、プラスモディウム属の起源であるが、彼らが観察したのもほとんどは、熱帯熱マラリア原虫でわずかに3日、熱マラリア原虫が混ざっていたと考えられている。現在プラスモディウムマレリは4日、熱マラリア原虫の学名であるが、これは20世紀になってから生じた、混乱の結果である。 この時期まで研究者たちは、マラリアの病原体が複数種あることを想定していなかったが、イタリアの神経回ゴルジが1885年から1889年にかけて、マラリアには発熱の周期性から3日熱と4日熱がありそれが、マラリア原中の生活感と関係していること、また3日熱にも春に多い良性のものと、夏から秋にかけて多い悪性のものがあり、 それぞれ別種のマラリア原虫が関係していることを示している。また同じ時期に、ウクライナハリコフ大学のダニレフスキーが、蝶類や爬虫類の赤血球に寄生する様々な生物を記載しており、そこにはマラリア原虫も多く含まれていた。1891年にロマノフスキー染色が開発されると、様々な動物のマラリア原虫が見出されるようになった。 ありがとうございます。